モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト国産のシャインマスカット1万円相当プレゼント。はい、めちゃくちゃ美味しいです。まあ私もね2年に1回ぐらいシャインマスカットが口の中に入るんですが、まあそれでもね、はい、1房2500円から3000円ぐらいのものですよ。はい、それが2房でまあ1万円ぐらいの、まあもしかしたらあの房の大きさによって3つぐらいの房になるかもしれませんけれども、はい、まあそれでもねもうめちゃくちゃ美味しくて甘いですよね。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね今日はねまずこちら男性の方からいただいた何気ない夫婦の日常っていうところから紹介することにしましょう。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。来年結婚40周年を迎える夫婦です。 おめでとうございます。おめでとうございます。先日テレビを2人で見ておりました。夫婦が何組か出てゲームをしています。ゲームの最中旦那さんが奥さんをおんぶして汗だらだらに、なりながら30分後のスコアを競ってます。きつそうだなとか面白いなとか言っていたら妻が急に私おんぶしてみる、一瞬で空気が凍りついてはぁと言うと冗談冗談でも目が期待でいっぱい、じゃあやってみるかと言ったらにっこりしたんです。腰痛持ちの私がテーブルに手をついて妻が背中にどっこいしょと乗っかった瞬間ガーン死ぬやばい本当にやばい本当死ぬかと思いました。そういえば結婚して現在2人ともあの当時から20キロずつ体重が増えていたことを思い出した出来事でした。うわそうですか20キロずつっていうのはねやっぱかなりのものですよね。かなりですよ。まあ、だから旦那さんが60キロだったのが80キロぐらいになってて、奥さんが40キロぐらいだったのがまあ60キロぐらいになってるみたいなね、そういうことなのかも。ギャーって言ってそれも腰痛持ちでもそれだったらもうさ死にますよいやでもさ仲いいよなっていう、いや本当本当なんかそういうね本当あの作品としてはね、もうそれはもうシャインマスカットの一粒もないぐらいのそんな言わないでくださいよわかりました、シャインマスカット3粒ぐらいのねお話ですが、なんかね、あ、いい話だなって思うんですよね。さあそれではね、本格的にいきましょうかシャインマスカットクラスの話、こちら信秀さんですね。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。妻の実家はお寺なんです、檀家さんが来てお茶飲んで話して帰ったり、地域の子供が遊びに来たり、息子も実家に帰った時は一緒に遊んでもらったりして今でも可愛がってもらってます。当時1歳の息子、広い畳の部屋で義理のお父さんと2人で遊んでいたんです、皆さんおりんってわかりますか。はい、チーンって鳴らすもの、一般家庭に育った私、仏壇に置かれてるおりんというのは手のひらに乗るサイズのもの、それぐらいしか知らなかったんですが、妻の実家のお寺には直径80センチはあろうかっていうぐらいの大きなものなど様々な大きさのおりんがあるんです。はい、音が鳴るおもちゃ感覚で息子はキャッキャッキャッキャ言いながらそのおりんで遊んでました。すると何を思ったのか義理のお父さんがそのおりんを息子の頭にカポッとかぶらせたんです。お父さんはあはは、ぴったりやんって笑ってて、息子も笑っていたんですが、私は正直嫌だなとなるほどね思いながらもただ義理のお父さんがすることなので、直接は言えない、はい、で息子にそろそろ外そうかと言って取ろうとしたんですけれども、取れないそう取れない
ない、ぴったりはまってお輪が取れない。焦った義理のお父さんは大丈夫大丈夫と息子に言ったんですが、何が大丈夫なのかさっぱりわからない。そして義理のお父さんのその大丈夫大丈夫という声でうわーんと泣き出した息子、とりあえず119番に電話し状況を説明、救急車とレスキューの人に来てもらいました。お寺に救急車とレスキュー車が来たってことで地域の人たちが何事だそうなりますよね。どん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 集まってきて大騒ぎになりました。レスキューの人から通常はカッターで切断するんですが頭なので使えない、別の方法を試しますっていろいろしてくれているんだけれども全然おりんが取れない。そんな中なぜか息子が寝てしまったんです。どんだけ心臓が強いのかで、寝た瞬間にコロンと今までの対応のおかげなのか寝たからなのか全く分かりません。まあ多分寝て力が抜けちゃったんだろうね。念のため救急車で病院に運ばれ検査を受けましたが特に異常なし。今では笑い話ですが、義理のお父さんはレスキュー隊員から怒られて義理のお母さんからも怒られて妻からも怒られて地域の人たちから笑われ散々な一日になりました。これは本当、今息子は5歳、この事件のおかげなのか分かりませんが綺麗な形の頭になっていますってねえ、まさかそんなことになると思わなくてちなみに息子の名前は凛太郎ですと。はあ、そうですかそれ書いてないんですやったもんもうお寺のお孫さんだったらそういう名前持って持ってほうって思ってたのいやーすごい話だよ ねさあそれからね、これもいきましょうか。騒ぎといえば秀和さんですね。中地小浜ちゃんこんにち こんにちは。会社の同僚の話、同僚といっても私より5歳年上、本物の天然なんです私たちはたまに近くのコンビニにお昼の弁当などを買いに行きます。コンビニといっても大型トラックが何台も止められる大きな駐車場があるコンビニ、会社から5分ぐらいのところにあるので大概歩いていくんです。で、同僚はその日銀行によってコンビニに行くんで車で出かけました。で、普通に銀行に行ってで、コンビニに寄って弁当を買ってそして歩いて会社に帰っていったなるほど習慣って恐ろしいですねそうですね会社の人たちはそんなこと知らないし気にもしてませんでしたで、夕方仕事が終わってそれぞれ家に帰るんですが、うん、ないない車がないと大騒ぎしだしてそう、コンビニに車で行ったことをすっかり忘れている、もちろん他の人も私も知りません。車盗まれたと大騒ぎになって警察が駆けつけて上司とか管理者はしばらく帰れない状況、警察が帰ってしばらくして、あーすみません、そういえばコンビニに行ったんだって言えないもんいやいや言わないとそれはコンビニすぐにコンビニに車を取りに行って上司に謝って警察にも謝りに行って事情を説明したそうです。警察の人たちも苦笑い、次から気をつけるようにと言われたそうです。それから会社で上司から説教、今も孤立にたまにやらかしてますそんな彼が定年を迎えましたが仕事は延長するそうです。これからも結構あるんだろうなまあね、なんていうか、まあたまたまねそういうふうなことになっちゃったのかなっていうふうには思いますけれども、そうですね、まあね、だからよくよくこう考えてみればね、うんうん、はい、わかるんだけれども、そうですね、もうその車で帰ろうとしたらないって思ったらもうそのね、うんうん、ないっていうことでね、もうパニックになっちゃったっていう、はい、そういうことなんでしょうね、うん、
以上、おもろい家族パート2でした。